この大会は、もっと少人数で、実験的なことをやろうと思ったのですが、予定より今、2.8 倍の売り上げを上げて、チケットを買っていただいた皆様のおかげで、真面目にやらなきゃいけなくなったのです。ハードヒットを、ね、出たい選手、こっちとしても見てみたい選手がたくさんいたんですけども、いかんせんハードヒットを本戦に出てるものが出来がいいもので、なかなか入れ替えがないので、これはちょっと一度出たいっていうんだったら一発やってみてもらうということで、今流行りのスピンオフや感覚で、この大会を開始しました。上で待ってる選手はもう、もしかしたら今日出ない、今日面白くないのと、もう明日がない、次回のハードヒットの作戦は見送ると、次回以降も見送るときっかり明言しました。これはその会場が王子であるとかチープ屋であるとかチープ屋に関係なく、ハードヒットとはどういうものか、そしてこういうものだというのを作り上げてきたの選手、そしてもちろん見てるお客さんも、形になったので、それにそぐわない、そぐことのない選手には僕はいらないと思っているんです。なので今、これめちゃめちゃ不意ですよ、はい、正直ちょっと僕は怖いけど、安心して見れる工業も多いと思うんですが、安心して見れない危険な工業でも、その中で人を倒す格闘技のプロレスを取り戻す工業というのは私はあっていいと思います。自分も含めて選手、今日も明日だけ戦いで一生懸命頑張りますので、気に入った選手には応援、気に入らない選手やっぱ罵声がちょっと少なくしていただければと思います。よろしくお願いします。